やってまいりました。東陽町でございます。こちらは東京メトロ東西線が走る結構大きな街、江東区の、結構中心的な街でもございます。この東陽町も、埋め立てられた場所なんで、海抜は、なんと、マイナス0メーター。すごいですね。そのところは東京の中心地に電車で1本で行きますんで、いやこんな感じでたくさんの方が住んでおられます。この周辺が、江東区役所、役所の機能が集まるようなそんなような場所でございます。いやこんな感じでなんかマンションも結構あれですね、いっぱいありますね。なんかさすがに人がたくさん住んでる、本当に江東区の一番大きな街、そんな感じがいたします。まあそれに結構大きなスーパーがあるんで、こちらも声優さん、いや結構住むには結構良さそうな街ですね。なんかいや駅前にはなんか立派な団地が、こんな感じで、いや結構立派ですね。なんかこちらの小学校、東陽小学校と言いまして、この東陽町の、名前の由来となった小学校でございます。まあこちらの明治の開校なんで、もう120周年結構昔からあるんですね。なんか、なぜこの東陽小学校の、名前が東陽というのか、それはちょっとわかんないみたいですね。なんか、こちらが須崎神社、いや結構大きな神社ですよ。こちらなかなか大きい。やはり、この周辺は昔、海にとても近かったようなそんな場所だと書いてあります。それに、この周辺の遊郭の、女性が、これに遊びに来てるとか、そういうことも多かったようですね。なんかいや結構立派な、神社ですね。なんかなかなか大きいですね。なんか今では少しも、想像できませんけれども、この、周辺には昔遊郭があったそうでございます。名前は須崎遊郭でございます。まあ埋め立てられたとはいえ、今でも海に結構近いんでやっぱ風が冷たいですね。なんか今日なかなか寒い真冬の、そんなような気温でございます。こんな感じ、なんかここら辺も結構あれですね。なんかまあこれはまあ水道管でしょうね。なかなか結構年季が入ったようなそんな感じの、やっぱあれなんですね。なんか、昔は、この周辺は、海でございまして、宇田川博士の、絵にも載っているそうでございます。こちらの建物なんかかなり昔からありそうです。なんか須崎遊郭の時代からあったようなそういう安酒、そういうものを提供するような多分そんなお店ですよね。なんか昔の雰囲気が残ってますよ。なんかなかなかいい。そして永代通りを、南に、来ますと、こちらの方に、来ますのが昔の、須崎遊郭の、入り口、須崎橋の跡地でございます。まあ現在は、完全に、川が、埋め立てられましてこんな感じでなくなってしまってますけども、まあこんな感じで、一応こういう、表示はあるんで、まあどんな場所か大体わかるようにはなっているんですよね。なんか今、見えてる方向が、大門通りという、通りでありまして、まあつまりこの、道、今見えてる場所が昔の、須崎遊郭の、場所とは言っても何も残ってないんで、もう現在ほとんど、こんな感じで、アパートとか、マンションが立ち並ぶようなそんな一角になっておりまして、これが、昔遊郭だったなんて全然わかんないようなそんなような場所でございます。まあそれに、須崎遊郭というのは、明治になってからできた遊郭でございまして、昔、根津にあった、遊郭が、そちらの方に、東京、帝国大学ができるということで、まあ風紀的によろしくない、まあ、それで移転しまして、こちらの方に、須崎の方に移転したわけでございます。この須崎遊郭の、最盛期、大正末期には、300店舗が立ち並んでいたそうでございまして、将来に匹敵するようなそんなような、場所だったそうでございます。そして現在、アパホテルになっております、この、場所が、昔の、須崎遊郭で一番大きかった、お店があったそうでございます。いや全然わかんないですね。いや本当にこの周辺に遊郭があったなんて全然、多分歴史を知らなければ全然わかんないでしょこれじゃ。いやこの場所からもあれですね、東京スカイツリーが見えますね。よくいや本当に東京どこにいても見えるようなそんな場所、いやいいですね。なんか、須崎遊郭は戦時中に、空襲でほとんど、壊滅してしまいまして、その後戦後に、須崎パラダイスとして、少し赤線みたいな感じで、残ったんでございます、ね。まあその後すぐ廃止されてしまいまして、その後はこんな感じ、吉原とは違いまして全く、ないので、ちょっと残念ですね。なんか